同じことやる自信あるわ。なら引き受けよう。頼むぜ。俺も運転席は窮屈でな。前を見ろ。悪かったって。歩きじゃ限界あるよな。オート育ちだしね、俺たち。車が戻ってくるまでの辛抱だ。シドニー待ってるかな。レガリアもそろそろ整備が終わった。なんだ。あんなのがいるんだな。規模が違うな。すっげえ。蒸し暑いな。だな。ダイナーに入ろう。うん、行こう。ノクトも来てよ。任せたね。ほら、綺麗になったでしょ。こりゃもう汚せねえな。よし、じゃあレガリアと写真撮ろう。大事に乗るんだよ。あ、そうだ王子、ちょっと届け物を頼まれてくれる？ああ、いいけど。ありがとう。まあ、実はもう車に積んであるんだけどね。ガーディナへ行く途中にモーテルがあってさ、その荷物を店主に届けてほしいんだ。頼むよ。ちゃっかりしてんな。ノクト、せっかくの機会だ。整備もされているし、少し運転してみるか。ああ、そうだな。分かっているとは思うが、慎重にな。
行くぞ。行こう。ハンマーヘッド、いい店だよね。整備の腕は陛下のお墨付きだからな。旅終わったらもう行けないよね。あ、好きに行けばいいだろ。終わる前でもその後でもよ。聞いた限りじゃシドニーもだいぶ腕がいいらしいぞ。彼女に会いたいのか。じゃあそん時はレガリア貸してやる。おお。ダメだ。オート帰ったら俺車考える。回復系のアイテム買わないとね。お、意外と真面目じゃん。意外って何？意外って。うん、ありがとう。荷物を届けてくれたか。後でうちのが運ぶから車はそのままでいいよ。届け物か。ご苦労様。よくここが分かったな。有能な伝達役だからな。いつもどうやって来てんの？ちょっと待ってな。花だ。この間冠を作ったお花です。うん、覚えてる。ジールの花。あの、うん、お帰りになるとき、この手帳もお持ちになってもらえませんか？うん。そしてよかったらノクティス様にも何か貼ってほしいのです。
気をつけて帰れよ。答えないだろうけどさ、一応。じゃあ聞くな。それって何してんの？だよね。荷物も届けたし、ガーディナに向かおう。今日の天気は？快晴だ。気温も上がりそうだ。次のニュースです。ルナ・フレーナ様が停戦協定についてのご自身の声明を発表されました。この度は停戦協定の締結が決まり、大変嬉しく思っています。そして皆さんご存知の通り、私は婚約のお話をいただきました。今後カンナギの務めをどう果たしていくのか心配する声が多くあると聞いていますが、結婚を境にカンナギの使命が変わることはありません。これまでと同じように私は皆さんの住む地を訪れ祈りを捧げていきます。ルナ・フレーナ様は結婚式のため近くテネブライを出発されるとのことで、式を終えられるまでの間カンナギの公式な訪問は一時的に中止されます。え、協定で？ああ、そこで決まったんだ。平和の象徴ってやつだな。半分政略的な結婚じゃん。だがルナ・フレーナ様も望まれてのことらしい。新郎も文句はねえんだろ？あ、なにそれ、テレ。はあ？ガーディナ渡船場だな。泳ぎたくなるな。後ろなんかすげえ変な、え、山？あれは島だ。山とか島とかはいいから、リゾート地だよ。柔らかいベッドとマッサージ、あと料理だな。あそこは魚がうまいらしい。あー、楽しみだな。休憩しようよ、休憩。だな、喉乾いた。よし、寄ってこうぜ。無駄遣いするなよ。ノクト、薬類の買い出しは忘れずにな。あいよ。
ねえ、休憩しない？行こう。ノクト、来ねえのか？オートにお連れするの？ルナフレーナ様。お？まあな、すぐじゃねえけど。おおほほ、しっかしノクトが結婚か。あね、実際のとこどんな心境？別に。な、ごまかした。嬉しくないわけないよな。変わるか。またまた。ほ、また来たのか。さすがだな。何か食ってくか。何が知りたいんだ。若いんだから肉食ってけ。ちょっと待っててくれ。こいつらには迷惑してるんだ。気をつけてな。工場に入ってるのオートのやつ。ちょ、ノクト見て見て。なんだ？
とすげえ綺麗だな。オルティシエだともっと美しいそうだ。へえ。やっと着いたな。船旅か、初めてだ。楽しみだな。夜のドライブは危険だ。また出直そう。やはり危険だ。どうしてもと言うなら止めないが、よく考えてくれ。ここって残念なお知らせです。はあ？船乗りに来たんでしょ。そうだけど。うん、出てないってさ。なんだあんた。待つの嫌なんだよね。帰ろうかって思って。停戦の影響かな。停戦記念にコインでも出たのか。え、マジで出ねえよ、それ。お小遣いは。おい、あんた何なんだ。見ての通りの一般人。ねえわ。船が出てないって本当かな。そんなはずはないと思うが。ま、行って確認してみようぜ。ようこそお越しくださいました。ご注文をお伺いします。こちらからお選びください。こういうのがいるみたいよ。またいらしてくださいね。ああ。本当に綺麗ね。ああ、ずっと見ていないが。お腹すいた。
やはり運休か。ああ、船いないよ。なんで？オルティシエを出られないんだって。その筋の情報によると急に帰省されたんだそうで。で、君らノクティス王子ご一行だろ。こんにちは、俺ディーノ。あ、俺新聞記者だからいろいろ知ってんの。高級車でハンター始めたのも知ってるし、お忍びだろ。記事にされたくないよな。な、ちょっと俺の話聞かない？じゃ聞いてやる。なあノリいいじゃん。じゃあ静かして。場所の印つけといたんで、原石取ってきて。これ宝石の原石。代わりに船乗れるよう話つけてやるよ。ダメなら王子の情報売っちゃう感じで。完全に王子って知ってたね。ま、しっかり隠してもいなかったろ。新聞記者と言っていたな。乗船できるかはともかく敵対はしたくない。素敵な店ね。このお魚僕の大好物に決定。ここから見える夜景はいいな。ノクト、本当に大丈夫か？かなり暗いぞ。これくらい問題ねえって。イグニスは休んでてくれ。しかし王子の威厳もなんもねえな。軽くお使い頼まれちゃったもんね。王都の外ともなればこうなんだろうな。ま、あんなノリの方が楽だわ。原石があるってのはこの辺りか？多分な。探してみるか。ここで降りるぞ。行こうぜ。気分転換にはなるな。
行くぞ。行こう。ここで降りるぞ。うん。さて、どうする？湘南とか。後ろは任せろ。よし、完璧。不足、超不足、しっかりやるでしょ。
悪い、油断した。気にしない、失敗することもある。悪い、しっかりしろプロンプト。サンキュー。よっ、ラストスパートだ。行け、